皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もゴーストオブツシマ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ヒナのサイドクエストを2つほど攻略したところで、今回ついに終幕かな、一番最後これですね。クエスト名石返しで、これ終わったら伝承行ってもいいかな。小次郎の六本刀、まずこっちね、石返し。黒犬と相まみえるのはヒナにとってたやすいことではなかった。今は宿に戻って俺を待っている。一度落ち合い、次の策を練らねば。で、これもそうね、アルタン殺し。多分次のマップに持ち越しかな。今回終幕。行ってみよう。こっからそっち。割と近いっす。でもそうだね、この、ユナタカが売られたっていうこの話ね。これ実はモンゴル軍関係ないんだよね。幼少期の話だから。割とこう日本南部というか。そういったこともありましたっていう。さあもうちょいこの辺り、こっからこう。ここのね2階部分、こっちから行って、そうこの急な橋をこう登り、どうかな。何事だ。アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。櫛の境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから、約束だ。約束なんて信じられないね、あんたのことも。馬のところに行こう。これこのざまっていうか、これ何されたの、腹パンされたの、なんだろうね。そんなにダメージ負ってるように見えないんだけど。さあとりあえず馬乗っていこうか。できればアルタンやっつけていきたいところ。どうなるか。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。一度会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも一の案。一が選んだことだ。仮ではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して、一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。どうして自分を責めるな。どうしてかな。なぜ助けなかったのだ。あの時は子供だよ。殺されるのはオチだ。化け物に立ち向かい勝つ子供もおるぞ。私はあの日から毎日のように悔やんでる。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。待ってね、こっち。祠がある。どこら辺かな？ちょい遠いかな？こっちに来てよ。待って。この狐がこっち行くな、もう。どこな？これ下って、ここら辺かな、多分。よし。さて、残り2つ。で、ゴフ強化。キツネさんはいなくなっちゃったかな。
じゃあこれで行きましょう。先行く。昔のそうだね、日本も。まあ、ここで言うと下忍か。多分教科書だったけど、なんか得た否認っていうね、死の交渉のさらに下を作ってましたからね。あれも、まあ暗部だよね。暗部というか、地部というか。ここからね、そっちですね。これは、あ、でもここ渡っていけるかな。待ってね。お馬さんで、ジャンプ、そう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 。いいよ。さらにジャンプ。あと身分階級ひどいのは特にあれか、インドか、カースト制ね。生まれた瞬間からなんか話によるとね、泥棒しかしちゃいけないっていう身分とかあるみたい。泥棒で生計立てなさいっていう身分。一騎打ち、これは猛虎の拠点なんだけど、ここじゃないんだよな、おそらく。よし、そこに石があるわ。あと何だったかな、なんか生まれた瞬間からね、その体を打った仕事しかできないっていう身分もあった。インド、前ドキュメンタリーで見ましたね。でこれが新スキン、春行の光かな。これもらってからの措置。よし。まあでもその身分によって結婚できないとか恋愛できないとか仕事が決まっちゃうってのも本当になんかバカげた話だわな。ここら辺でね。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すらわからんぞ。どこかに隠れてるかもね。これね、マサコほんと連れてきたいな。あのバーサーカー、マサコと志村、あの二人いたらもう解決すんぜ。猛虎兵倒せ。これはなかなかに多いな。しかもそっちは結構熱い。これはですね、まずこいつかな。こいつ、これそっち行かないかな。雨降ってきたし。よし、さあここでささっと行って、まず一匹。あとはそこに二人、あと正面そこのあの一人ね。これはぜひともやっときたいところ。いけるかな。いや、まずい。こいつ、これちょっとリスキーね。まあこの距離だったら半球なのかな。よし、さあ次、そこに2人、仲良しさん。仲良しさんはできれば連殺していきたいんだけど、今これいけるかな。ちょっとリスキーかな。よし、と、もう一匹。よし、で、バレてない。よし、で、隠れてからの、この3人はまあ鉄砲でやっちゃってもいいかな。ほらよ。さて、で、DT。たまり申した。あとね、そこの正面、そこに一人。これは、よし。残り3人かな？いや、4人ぐらいか。よし、晴れてきた。待ってね。風鈴、鈴ね。と、猛虎の品。これ見とこうか。収集品、あ、すいません、今の。そうそうそう、これね。長押し。社外。社外とはヤギや羊のくるぶしの骨を意味し、サイコロの原型の一つと考えられている。社外を使った遊びはいくつもあるが、骨を投げてどの面が出るかを当てる遊びなどが知られている。また、狼のくるぶしの骨、チョニシャガイを持ち歩くと、運勢が良くなると考えられていた。他は、おし、物資、サイコロの原型か。と、鉄砲1個。もう持てない。これ、そこもいたね。あ、これ、まだまだ結構いんな。あっち3人、そっち3人、そこに2人。と、寝てる人？いや、違うか。なんかの反射かな、今の。物資。
この物資ってこれ何なんだろうな、マジで。物資とは。これね、まずやっぱ、あーと思ったけど、行っちゃった、くそ。一騎打ちってのも、まあ全然いいかもね。選択としては。こっから来るんだよな。どこら辺まで来るこれ。ちょっと困るな、これ。待って。はい。そう。さあ、鈴で。おびき寄せてからの背後から闇落ち。と、そこの方あれは、なんだろう、瞑想中？これはやっちゃおうかな。動くんじゃない。よし。貫通切る。あとね、そこのハゲ。このハゲはこう。子供ってさ、ハゲに対してすごい当たり強いよね。あれ何なんだろうね。子供はまあハゲないもんな。そこに太っちょ、これもまあ弓矢切るかな。よし。DT 温存していこうか。で、ボス戦になったら使っていける。これね、まずこいつなんだよな。よし。さあ、どうでしょう。まだいんの？そこに一匹いる。気がつかんかった、こいつは。もうおりません。よし。アルタン、いつまで逃げて回るつもりだ。さあ、出るかな、アルタン。いないのか。誰だろう、アルタンかな。どこ行く？あいつだ。アリタ。手下を引き連れやがって。アリタ。数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうした？クロードとなって殺してもいいというのか。竜像がこちらに着いたのもよくわかるわ。黙れ。ザレ事はしまいだ。さあ、ここは一騎打ち。あとね、すいません、 DT 多分使えなかった。ないこれ。これまでの苦労が蜜の泡。そこ死んだぞ。これなんだろう、なんかむずくなった、もしかして。いや、どうなんだろう。これがその本来の番士なのか。なんか異様にむずくなったね。お前も生き残るのに必死なのか。2発食らって死んだもん。ほら、一発半分ぐらい。まあしかし、勝てなくなぜそう同類を毛嫌いする。よし。で、さらにここから、ちょっと話したかったんだけど、彼とね。よし、弾いてこう。仮に関しては普通かな。どっち行ったの、こいつ。あ、すいません、切っちゃった。大丈夫。次、位置と話せ。はい。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が切るのは悪人のみだ。私たちをどう見る？ただの化け物。あんたらは
よくやったと思うよ。さよなら、ユナ。イチの言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らがいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。さあこれでクエストクリアで報酬戻し屋のご夫龍蔵さんね、すっかり存在を忘れてしまっておった。危ない危ない、彼は大事だわ。よしと、さあお昼寝終わって、でこっからですね、これ拠点ね、古原の林、古原の原か。じゃあこれ行こうかな。今日、小次郎の六本刀。海谷に琵琶法師がいるらしい。探してみるか。これ行ってみよう。まず、海谷。トラベル。この賢治の笑顔よ。でですね、琵琶法師。これはどっかな。とりあえず、ロックオン。50メーター。ここら辺かな？これね、佐々木小次郎ではないよね。あれ、もうちょい後だっけ？どうしたのこれ。酒井様、こっちだ。お伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば、修羅に殺されてしまいます。何を言っておる？修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば、弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより昨夜まで、あまたの浪人、小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を、恐れて再び挑まざる。わしらはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、クロードなり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお打ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。そうか、それでか、あの5箇所の、なんていうの、タイマンバトルね。すげえがさ、これは表示はされるのかな。待ってね。小次郎の六本刀。これで、多分ね、ここら辺なのかな、このハテナってやつ。あ、すいません、あるわ。ここに一人、未完了、飛び泉。めっちゃ上の方はいませんね。あとは、どこ？今ね、多分3人4人ぐらいもうやってるはず。ここに1人、これも潰したら、あ、ここにいるわ、上の方か。なるほどね。こっちまだ行ってないんだよな、これ。
じゃあどうしようかな。一人やって、ケンジ行くってのもありかな。じゃあとりあえず、この人を殺し行こうか。サクッと。小次郎か。どんなやつなんだろう。猛者中の猛者。待ってね、こっち。はい。待って、乗って乗って、そう。ちょっと鳥さんは置いといて。ずーっとそっち。これね、もしかしてなんだろう、バンシー、ちょいむずくなったのかな。1対1もうちょい簡単だったんだけど、2回食らって普通に死にましたね。でも雑魚戦はまあそうでもないかな。これ、どっち ?50 メーター。ああ、これ、下の底かな。ああ、ですね。じゃあ、こう下ろうか。怖っ、これ。で、そう。こっからこれジャンプして、まあ、こういう 手もあるわな。こういって、そう。はい。かけて。んで、もうなんなんこれ、ずっと待ってんのか、こいつ、ここで。酒井殿、よく来てくださった。さあ勝負。これね、どうしようかな。フンダンスやっちゃうともう一瞬で終わるもんで、封印していこうかな、あえて。はい、割っていく。いって、それ連山ね。あなたには消せません。すべて金のためです。いって、今の。はい、いや、それが重い。これが重い。これワンパンか。これはね、いい感じ。むずいな。なんか前よりむずくなった気がする。バンシー、なんだろう。はい、あなたには消せません。全て金のためです。ちょっと試練は打っていい。あ、こんなもんか。うわ、赤っこい気やべ、あれ。はい、よし、いった。5の線。いや、今の最後あれかっこいいな。肩のなんかピュッと振ってね、血を飛ばすの超かっこいい。あとやっぱ5の線強いね。パリーしてからの重い刺激。じゃあこれで次ケンジ行こうか。他の出現が殺手、多分これで最後かな。ここの人ね、後に解きましょう。じゃあケンちゃん行こう。こいつがな、まあお調子者だ、ケンちゃん。ケンちゃんって言うとあれだ、思い出したけど、昔ケンちゃんラーメンってあったね。すごい昔食べたことないんだけど、志村けんさんの。津島、博多、長門。で、ケンちゃんがですね、どこかな。お調子者のケンちゃんはどこかな。ここかな。ケンジ、何をしておる。酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっきる気なんですよ。
こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか。もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。さあどうなるかな。ボディーガード、待ち合わせ場所に行け。どこな、ケンジ。ケンジどこな、消えたぞ。これどこだよマジで。いなくない。進行状況、浮世具さん。風も吹かない。あ、いたわ。俗に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内。近いんだったら許そう。遠かったら困る。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。3回も。ゴンとは何者だ。どうやってその肉屋と知り合った。以前血まみれ太郎に借りがありまして、ちょうどその時ゴンが酒を欲しいと言いましてね。それで安酒を高く売りつけて太郎に無事金を返したんです。この笑い方よ。肉屋も満足したことだろう。気づかれなかったんですよ。二度目はとっちめられちまいましたけど。血まみれとやらはどうなった。それが奴から酒を買ったってゴンに嘘ついたら、血まみれをやっちまったんです。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。顧みるべきだな。と花がある。でもこれ佐藤さん意外とこういった役がね合ってるかもしれないね。サイコブレイクのステファノとかよりは、イケメンキャラよりは。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。ではもしもの時のための合言葉を。これどうです。お元気で何より。好きにしろ。じゃあどうしよう。待ってればいい。隠れろ。これがですね、30m、場所の指定がある。あれ、そのゴンさんじゃないの。てかあの人いっぱいいるんだけど、これ何。これ雇だよな。これ雇だよな。普通にあの3人いるんですけど。そう。騒ぎを起こさずに賢治を守らねば。つまりステルスキル。静かに殺せ。了解です。まず一人。なんでまたこんな変。もう一人ラストかな。ちょい上。ケンジを殺すにしては数が多すぎるな。ここに。まったくどうしてこんなことになったのか。足にもさっぱりだな。まあ、このままだと見つかるか。もういなくない。でも仕入れましょう。アザマウラに行ったことはあるか。それはもう飽きないで。ええ、でアザモの出の漁師と知り合って話を聞いたぞ。クロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えた。クロードの話なんてデタラメですよ。分かって。だが一つ気になってな。クロードが現れる前、村にアキウドが来て猛虎に酒を振る舞っていたそうだ。お前じゃん。そんなんじゃおまんま食えませんね。だが敵の目を欺くことはできる。そのおかげでクロードは村に入れたんだな。つまりクロードは日頃酒売りに化けてるってことですか。いいや。そんで望みは何でしょう。ん？あ、アザモの魚介とか。
どこにいる？え？とぼけるな。クロードだ。連れてきているのだろう。それって、あ、これキーワード？笑っていろ。その下抜いてやるぞ。ああ、お元気で何より。よし。さてここで破裂矢を顔面。よし。あ、ケンジ燃えた。あー、これまだいんの多い。どこだよ、画面外からするいかんだろう。あー、モーコとこれ組んでんだ。じゃあそれね、それガチで裂きにくいんすよ。あ、まずい。ケンジ絶対殺すマンがいる。大丈夫。あー、ケンジ死んだ。やらけえな。おい、どっちかってこれこっち来いよケンジ。マジか、これすいません、ケンジが死にました、うちの。となると助けて、待ってね、今行くんで待ってな。もうこれ世話が焼けるって。これ海、これ海じゃない、これ川、遅い。これもよし、ここはですね、いやーこれもう四方八方から来んぞ。よし、こいつちょこちょこ動くし、もう、はい、さあもう一人。ケンジどこ行ったの、ケンジ。あー、ここで止まったの。はい、さあ試練からの残り2人やれば DT 打っていけるんだけど、このね2方向からのこの嫌な攻撃ね。よし、さあ残り1人やれば DT。終わった。さあ、マジか、草じゃないよ。草じゃないよ、クソって言いました、言おうと思いました。ケンジはそこにいんだな、ずっと。まあ船井とかピュッとやってね、建設で殺すってのは良かったんだけど、こいつも多い。動くこと、動くこと。これぐ多い。これバンシーでこの布陣はこれえぐいって、本当にえぐい。これここで撃っていく。よし、さあ次、これがラストかな。もうひどい殺し方したい、こいつできないのが惜しいな。まだ左一匹いんな。どこ、あ、奥ね。はい、よし、ブッシュ。さあこいついた。よし、頑張ったよ。ほらクロードがどこ行った。お前ケンジどこ行った。いたいたいた。また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それともケンジ、なぜ千なきことに命を落とすのだ。千内なんて、全ては飯と金と寝床のため。お前はタカを救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。さあこれでクエストクリアで、報酬旗手の護符、これ前も持ってたね。もしと、じゃあそうですね、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ですね、これはサイドクエストね、最後の願い、これはキャラクター絡んできません。なのでまあ裏で潰しておくとして、次回そうだね、もうメインクエストのみかな。剣士クエストも出てませんね。じゃあ次回ですね、ここら辺から出発してメインクエスト行きましょうか。でまあ余裕があったらこっちね、こっちに行って、これ潰して、で、まあ伝承回収してっていう感じで進めていきます。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、ツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回、ゴーストオブ対馬までお会いいたしましょう。今回はこの辺で。